を作るためにゆっくり指番号も覚えていきます。指の体操はじめ。指番号もゆっくり1、2、3、4、5番と覚えます。指番号を覚えたらドレミの位置も読むこと音読効果でちゃんとヘ音記号の位置もちゃんと弾けるようになります。今日はどんな動物が出てくるかな？お楽しみ、ブレイクタイム。動物の曲をイメージして飛んだり跳ねたり、今度はこの曲です。Thank you.
覚えて弾き語りができるようになってきます。翼をくださいも。子どもたちはじっとなかなか長い時間ピアノに座っていられる時間は限られています。楽しく蝶々やパンダ、ウサギ、コアラ、パンダ、ウサギ、コアラなど曲のイメージを持って飛んだり跳ねたりリトミック感覚で楽器の楽しさからコード奏法まで幅広く楽しく学べます。だるまさんが転んだ。最初はぐじゃんけんぽん。生まれたって10歳、20歳、40歳、毎日絶好調。ああ、絶好調。ピアノ演奏のコツからアレンジ。幅広く楽しく学べます。遊びを取り入れて、できた。やった。ピアノ教室も日は立てば、小さな虫も、アリも、遊びにやってきますが、まずどんどん簡単な曲を丁寧に弾く習慣をつけて、絵本の読み聞かせをするように曲のイメージを楽しく持って弾いてみてください。絵やイラストもとっても想像力を養ってくれます。それではまた。さようなら。
方も。それではまたね。さようなら。開智21瞑想別名、橋本環奈ちゃん、明日ももっと頑張りますって。当たり前だのクラッカー。ありがとうございます。誰かに何か教えていただき、誰かに何かをしてもらったら、ちゃんとありがとうございます、お疲れ様ですと言えるように、先生ももっともっと邁進していきます。何か悪いことしたらごめんなさい、ちゃんとガラピコプーたちも言っております。 100% 完璧である。人など一人もこの世に存在しません。自分なんか何も価値がないんだわと思ってはいけません。前向き、棒は棒でも希望の棒です。誰でも 100% 毎日元気な人などいないのです。耳の遠い、聞こえにくい方、体の不自由な方、何らか皆さん障害を持っておられます。優しく勇気づけてあげて、完璧を求めずに少し深呼吸をしてはいかがでしょうか。深呼吸の勧め、本当に大切です。毎日これから気温も高くなってまいります。子どもたちもちゃんと水筒を持って、ピクニックやお出かけ、楽しい季節です。